イワキラナイト。みなこ、いくこの今夜も足がつりっぱなし。20回やりました。こんな適当に喋ってるね。よくクレーム来ないで、はい、20回、いやーめでたい、めでたい、ちょっと、はい、100回目指して頑張らないと。茨城万歳、茨城万歳、イエーイ、イエーイ。みーちゃんと茨城万歳が出てるところで、ね、今日20回目っていうことですね。さっきから、はい、拳が先週から ね、 ね、拳ブームが生まれましたね。とうとう虫が抱かれるような、おいいですね、もう虫が来る、キャモンキャモンだね、はい、今週は、はい、めでたい20周年記念ということで、すごいスタッフさんの皆様が、はい、フグを用意してくださいました。うわー、どこにそんな日本酒いただきたいよ。なんかでもやたら虫が、ものすごい虫がたかっちゃう、ね、すごいフグですね、はい、これ、どちらの何かということでございますけれども、はいはい、こちらのプリプリなフグを、ね、もういただくと、はい、株式会社袋田食品さんの山フグ、はい、茨城マルシェって、袋田ってことは袋田の滝にある、袋田の滝じゃない、あ、最後手ですかね、みーちゃんの袋田の滝、じゃあ、じゃあフグいただかせて、いただきます。これ福岡ではフクって言うんですよね。九州でフクって言うんですよ、フグのこと、はい、幸福のフクみたいな、そう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 、よし、じゃあいただきます、ね、お醤油瓶で、味噌ですよ、いただきます、まーす、美味しいか美味しくないかだったら、うん、そう美味しいんですよ、うん、でこのお醤油もお出汁のお醤油、美味しいね、このお醤油がすごい美味しかったりっていうことがまず先に思っちゃうっていうくらい、あのこんにゃくさんが素晴らしい、いや素晴らしい仕事っぷりですよ、あのこんにゃくは、あのお前の話、袋田の滝はこの、あのこんにゃくのすごくあれがね、生産が多いんで美味しい、美味しいんですよ、お刺身こんにゃく、でも美味しい、美味しい、なんかこんなにプリプリで柔らかい、柔らかいし、こんにゃくは食べたことがない、もうちょっと、うん、なんかコリコリ歯ごたえがあったんだけど、美味しいですよ、すごく、でもなんかこの歯ごたえ、なぜこれをゼリーみたい、うん、フグって言い張ってるのかは本当に謎ですよ。こんにゃくのことですか、山のやっぱ山のフグです、何がで私こんにゃくには騙されねえぞって思います。レバ刺しなくなったらやれこんにゃくで作ったレバ刺し、ね、こんにゃくですか、こんにゃくはやっぱこんにゃくですよね、うん、でもこれこんにゃくですよ、だから多分山こんにゃくフグが良かった、山フグこんにゃくが良かったって言ってたら、まあこれ山フグってなってるから完全にフグだって思っちゃう方多いんじゃない、でもね相当美味しい、こんにゃくとしていただいたらめちゃめちゃ美味しいけど、多分私思うにはやっぱりせっかくフグだからちょっとこうフグの皮みたいなのについてるじゃない、ああいうものをちょっとつけるそれでこんにゃくを作るとか、そこまでしてフグに見せろと、これだってこんにゃくでしょ、だからそれだな、それでこれ切ってあるんですか、これ切ってある、あ、違う、切ったんです、あ、だからもっともっとお皿にこう持ってピーッ、透けるようなね、透けるようにしてパックでこうして山フグで売ったらいいんじゃないですか、なるほどね、これはほら切ったからでフグ刺しみたいな、普通のこんにゃくを薄く切るの難しいもんね、そうだね、やっぱ袋田食品さんでしたっけ、袋田食品さんがやっていただかないとそこまでね、美味しいけど、いや美味しいの私相当食べてる、私もこんにゃく好きなんですよ、私もでもフグにみーちゃんだからさ100回目を目指してさ、100回目にはついにさ本物だよね、そのうちに久しぶりに言うとフグが来るからどんとね、大丈夫だよ頑張ろう、20回お祝いは、うん、これはやっぱり20回はやっぱりこんにゃくだからまだまだこんにゃく、まあでもいじりこんにゃくっていうコーナーもあることですしね、めでたくいいじゃないですか、お上手に、お上手に
まとめさせていただきまして、はい、おまとめになられたので、はい、こんにゃく美味しいございました。ありがとうございました。じゃあ闘牛トーク、闘牛のように暴れます。そうですね、ちょっと久しぶりに私ね、本当にあのまた戻っちゃうんでちょっとだけ話しますけど、あ、また闘牛スペイン行ってその闘牛して帰ってきたじゃないですか。それの説明を多分1年間くらいに会う人会う人に多分1時間から2時間かけて伝えてた。いろんなどっかに集まって食事するとそこで一人中心になって汗ったくったくで話せた記憶があります。じゃあちょっと来年みなさん闘牛コーナーみたいな、やめてよ、マタドールとかってなんかこうさペラペラめくりながら闘牛の説明する。やめてよ、そんなそこまで知って詳しくないんですけど。で誰かは牛の役にいろいろ解説しながら闘牛コーナー、本当にそういうね。先月もう終わってね1ヶ月近く経つっていうお芝居いかがでしたか。ヒトバンドナンバー5、ジャッキーちゃんとセットというところですけど、ね、この番組で3パラ宣伝させていただきまして、ね、いらしてくださった方に本当にありがとうございます。ございます。今回はみんな出てたんでね、いろんなコーナーでみんな若い21歳から私が一番最年長で幅広かったね、感じで、まあ、皆さんの演技とかやってみた。正直やっぱり笑いは難しいですね、本当に。まあ、私から言うのもなんですけど、やっぱりそのなんていうのかな、やっぱり的ね、芸人じゃないから全部笑いの違いではないけど、笑いだから、ね、それがまたね、私はほら逆にこうずっともう6年も出させてもらってるから自由にね、逆にあの一緒になるハーとかやってましたけど、でも他の人たちはセリフが膨大なセリフの中で、それでなんかそのなんていうかな、ところどころに笑いの調子とかちょっと入れ込んでるから、そこでその間を一個外しただけでもやっぱりさ、お客さんがもったいないなっていうところもいっぱいあるし、でもまあみんな皆さんよく役者さんたちは本当に当たり前だけど、みーちゃんが1回目来てくださったからね、会場上で、ね、まあ、これからも続けてくださると思いますけれども、うん、あのみーちゃんの一人コーナー、人気コーナー、みんなコーナーっていうコーナーで喋って、かなり膨大な量なんですよ。みーちゃんのテンションでドワーってやってるから、なんとなくこう役者の人がお芝居をやりながら、すごい長セリフ言ってるってイメージとは違うものとして、もっと受け止められちゃうというか、うん、いい意味ですよ。あの量結構なんで、それを隙間なく喋っていくっていうので、いやいや、その面白さはね、お客さんみんなに言われますよ。あの人なんだあんな気持ち、何あんなのやる、あの人あんなじゃないですか、あの人面白いよ、何それ。本当に言われるとやっぱりこうなんでしょう、まあ、私も一役者としてかなわねえなっていう尊敬の念と悔しさの念と生まれます。何言ってんの、確実に。いやもうあれはあのコーナーはもう本当に毎回あのあれは面白いですね、カンペは。でも正直本当に今回の2人6回目じゃないですか、でいろんなのやってきましたよね、私内田優也からおばあちゃんの役からとんでもお兄ちゃんやったけど、牛若丸に関してはなんかすごいこう自分でもこうなんていうのかな、一番ハマったんじゃないですか牛だけに、なんか牛だけに。あの正直出ていくときは毎回もうなんかすごいなんかコンクリートの壁を一枚打ち破っていくぐらいのそのなんかなんだろう、いや、そのイメージのハイパワーなんだから、出なくていいよって寸前に言われたらありがとうって言っちゃうぐらい、いやもうすごい緊張するんですよ一人で。それもその前までずっとお芝居が続いてて、もちろんそれはお客さんたちの笑い声も聞こえてきて、そこで一人でこの角ではぁーって出てって面白いんだろうと思いながら、でもなんか、まあ、毎回やってるからね、お客さん受け入れますよ、ありがたいことに、まあ、それはだってそれ6年もやってるから皆さん分かってくださってね、すごいですよ、牛若丸が闘牛指摘でしたもうこうお客さんというね、闘牛をね、あの衣装もまた可愛くて似合ってますよ、そうかもね、なんかね、またね、ちょっと今年やったお芝居の映像もそのうち出来上がってくる
からまたね、なんかセブンの、はい、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。とんでもないことまたやらかしましたよね。いやー、まあ、面白かったですね。大変ですけど、まあ、みんないろんなことやらされて、もう楽屋はもうなんだかよくわからないじゃないですか。カオス、もうまず一番ぐちゃぐちゃだったのはレオちゃんですからね。よくわかんないとガタ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 開けようとして、レオちゃん、今までですよ、今まで私あの音楽のステージで暗転になること、暗転っていうのは真っ暗ですね。とにかくあの非常口とかも一切一点の光もないっていう、光になるっていうのは私は本当芝居に関わって初めてで、もうまるっきり見えなくて、もう怖くて怖くて、でも慣れてるから大丈夫、みーちゃん私の手掴んでなんて言って、自分が今まで私の手引っ張って連れてたのが、今回は、はい、今回ゲネプロもう隣の落ちましたよ、隣のあガタ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 、レオちゃんみたいな、全然違う扉開けたりとか、ね、隣だよって隣のドア開けたらもういきなり石に突っ込まずって誰かって、もうほんと何やってあるの。そもそも最初は、うん、あのみーちゃんとか大きい会場でやるときって、うん、どんなにあの舞台を真っ暗にしても絶対見えるんですよね、袖、ね、明かり、そうそう絶対見えるの。でも前下北駅前劇場みたいなぐらいのだと、うん、暗くしたら本当に真っ暗になっちゃうから、何にも見えないってなる瞬間、怖い、ね、うん、そもそも暗転がすっごく苦手なの、うん、あ最初そうだったんだ。でも私のこと一生懸命、そうみーちゃんはそんなちっちゃい劇場とかのね真っ暗闇慣れてないだろうなっていう、うん、私の中での気張りから大丈夫大丈夫だからみーちゃん平気だよ、引っ張られてさ、みーちゃん最初はやってたんだけど、もう6年もしたらみーちゃんなんて一人でさっさかさっさかってきて大丈夫よっつって、そうだよ、全く手がかからないんですよ、だから着替えるって言っても全然、なんならね普通に私たちのことがさっさかやってて、もう大丈夫大丈夫くさうってさみたいな感じで、バーってかおりちゃん弾くのが一番うまいって言われたもんね。それは米米とかでも、まあ、いっぱい衣装、お衣装着替えたりして、そういうテンションに慣れてらっしゃるんだなと思います。今年は私全然見えなくて、なぜか稽古もねまああんまりだったからね、人数が多かったからして、だからもうまずゲネプロの時にかけられなくて、でまた舞台がちょっと変形なまっすぐの舞台面っていうか、そうじゃなくて回るとしてたから、うん、完全にあると思ってこうあのそこなくてズドンと落ちて、立ててあるスピーカーの照明にズドーンって突っ込んで、でもよくあるんですよ、かけなきゃいけないところで全然かけられなくて残っちゃったとか、結構それ違うと思う。すごい本当にバカだと思ったのは、うん、出るより吐ける方が苦手だから、そう分かる、一気に暗くなるから、まだ明るいところから見ててあそこに出るっていうのは暗くなってから行けるんですけど、うん、赤い舞台でセットで階段があるんですよ、うん、だけどその階段の作りだから、うん、どこも繋がってない、うん、でそこからはもう天井にしかない、うん、で安定になんか吐けるっていうのが分かんなくなって、どこもないどこもないって、その階段がここに見つかったので、そしたら、うん、あ階段だと思ってそれを登り始めて、うん、そこからそんなのセットだから乗って出れるわけないのに、ここから開ければいいのわって思って、もう軽くなっちゃう、わかる、ガッ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 って言って、あれあれって、あ、えどっちもちょいバカバカ、本当にバカもう、本当でもあったね、兄ちゃんの方が全然しっかりしてる、まあ、そんなしっかりはしてないけど、でもなんかこう鍛えられたことあったんですけどね、なんか私ここ掴まれてどんちょうとかしまって、あとか踊ってこんなに、ねねって張り切っちゃってさ、もうそれが上から降りてくるっていうのは散々言われてるのに、言われてるのに、私がもう熱くなっちゃって、焦る、そしてしまいにてっぺちゃんここ掴んで、キュッと持ち上げて、キュッとしょっちゅう私もありましたからね、惨めですよ、すごい格好つけて踊ってるのに、もうまるであの猿みたいですよ、キュッと捕まえて、もういや、危ねえなって怒られて、すいませんでした。で、それはしょっちゅうありますから、本当に怪我しちゃうからね、どんちょうはでも。何やっても気がするもんね。去年私はほら、こう台の上から死に落ち着いて、パンチラ、もう大股に、パンチラが恥ずかしいところの相撲がないじゃない、あれ。ものすごい大、い大、大、大気持ちだったし。なんか乗ってて、水使った時にさ、台あれはもう、虫田さんが転んで、転んだかなんかで、私が乗ってる台に激突したら、その台がダメ落としみたいにバーンってなって、私そこからダーンって落ちて。でもさ、あれも、ね、もう折れた。折れたと思ったよね。でもよく折れなかったね。入ってきてやっぱ緊張してるからなのかな。あれとかさ、あと頭後頭部とか打ったら脳震盪起こしちゃったよね。痛っ。
だってすごい勢いだからバンバンって言ってだるま崩しみたいな感じだもんね、うん、カーンって、ね、私その時に惨めだったのはもう滝に打たれながら道山滝の中に行って私はそうでも本当もう笑わせるとかの世界じゃないからさちょっと待ってみたいなねちょっとお客様みたいな光ったでしょでももうやばっって激痛だよね芝居ってやっぱり全然私も踊ってて体が疲れたり腰が痛くなったり膝が痛くなったりいろいろやっぱりこう、まあ、年齢も兼ねてなんですけどでもやっぱりほらダンスだから無理な動きもあるけどそれだけ鍛えてずっとやってるからまあその流れに沿って動いてるじゃない、うん、でもお芝居ってさ特にレオちゃんのとこもまあどのお芝居も同じようなとこがいっぱいあると思うんだけど無理に急にこうなんとかだとかさ、うん、急に落ちたりとかさなんかうわーとかって急にやるじゃないその時のテンションでさなんかわーって驚いてドーンって転ぶ時ってさなんかあーなんかこう転ぶんじゃないじゃないなんかしかもさ本番だとそう力が使ってない筋肉を一気に使ったりとかそうでね例えばヒール履いてるじゃないですかこんなとこ使ったっけっていうとこ使うから、うん、一気におかしくなったりそうかっこけたりね、うん、しちゃうだからなんか稽古してたつもりでもそうなりますからね今回の終わった後なんか全然他のメンバーにもね大変さに比べたら私たちも結構ちょんちょんといい感じで出させてもらってたからそんな疲れたりとかっていうのではなかったんだけどやっぱり毎日だからやっぱりそういう疲れはもちろん夏からのとあってで終わって一番すごいなと思ったのは体中筋肉痛だったの何にもやってないじゃんと思ったんだけど何もっていうかお客さんの前でやるっていうことだけで気張ってる全然違う筋肉を動かしてたんだなと思って、うんうん、筋肉痛になった筋肉痛になっててそれがダンサー先生も筋肉痛普通だったらふくらはぎとか太ももとかお尻とか筋肉痛なんだけどなんかどっしりなんかいろんなとこが筋肉痛になってて結構違ったあとしょっちゅうこんなところに筋肉あるんだってところが筋肉痛になったりするあとさすいませんでしたって土下座するじゃん、うん、あの土下座もやっぱいきなりこう普通だったらすいませんでしたみたいな感じでしゃがむと思うのよあんなドーンみたいにしゃがまないじゃないああいうのってさああいうのもやっぱ筋肉やっぱ違う筋肉なんだよね使ってるのってあそこで止めようとするしねそう芝居はなんかもうほんとはっちゃめちゃですよのりちゃんなんか膝打ちっぱなしねもう膝裸足になってるここはおたんだなるよね本当に足汚い足になっちゃいましたもんよ分かんないところでぶつけてるもんねいろんなところにね、うん、そう気づいたら血出てるからなんでだろうって、ね、やってる時はね夢中だから分かんないよねだってもう本当に手抜いたなって思うとし自分に戻るじゃんでやっぱりさお笑いっていうかさ、うん、笑いの絶えないお芝居だからさ自分に戻った瞬間恥ずかしい。これ以上恥ずかしいものないわ。やり抜くしかない。なんか手足なんだから高橋がみたいなせみなこですなんつってもう終わっちゃうじゃんもうやめてみたいになっちゃうじゃん。もうそこは抜けないですもんね。抜けないよ。はい。さあそんなまた来年もありますんでよろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ今週も行っていきましょうか。うん、10周年の茨城、はい、弁護先生のコーナーです。はい20周年って言った今もうボケてるじゃん20周年ってもういくつの時からやってんだって話だった20回おめでとうございます茨城弁護でございますそれじゃあ今週も頑張っておい頑張ってもうゆるゆるもう20周年20周目ですよねもう20周目はい、はい、あ20周年だったら大変だ、はい、すごい長寿番組ですよあげあげ、先週の、はい、まで行ってまだのがね、はい、残ってます、ね、残ってるのざくああれですねこうやってあってやるやつですあっなんだ、はい、こういうあってよくなんか指とかがあってこう喉に変える喉に詰まるむせるのざくからって言いますねうちの方はのざくっておばあちゃんも言ってたしうちの母も今も言ってるしどういう使い方ねだからのぞいちゃったっていうのが多いかな今なんか例えばこうお箸でえずいちゃったえずいちゃったえずお箸でこうやらないねお箸でのざくよくそうのざくっていうのはうんってなるってなることですよねああなるほど、うん、よく猫とかもなってますよ
猫、そうそうそう、猫とか犬とかさ、あれなんだろうね。あ、私よく子供の頃歯を磨いて奥歯をガーッと、あ、分かる分かる、舌磨いたりとかして、そうそう、ってなる、それ、そのことをさ、そうそうそう、のざいちゃった、のざいちゃった、ゴシ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 、のざいちゃった。いやいや、いいでしょ、いいじゃないですか、のざくね、のざいちゃった、はい、のざく、のざくはのざくだからな。初めて聞きますけどね、もちろん言われるように。えずく？東京。えずくです。えずくってなるのはえずくです。似てますけど、ね。えずく。じゃあの終了してですね。歯に行きたいと思います。歯。はい。歯。歯はですね。破壊かね。破壊かね。破壊かね。あ、分かった。はい、進まないで仕事が。あ、そうです、ね。破壊かねえから脱出してみね。クイズバトルみたいになってる。いつしかクイズみたいな。ピンポンみたいな感じ。これ茨城弁子先生の茨城弁クイズコーナー。クイズコーナーじゃないからね、もう本当配当者が茨城弁子先生。多分レオちゃんが破壊かねって言ったら分かったかもしれない。すいませんでした。破壊かねじゃ申し訳ございません。破壊かねって言った今。先生、破壊かね。破壊かね。あ、すいません。破壊かね。破壊かね。あのなんかはかどらない。あと食べない食べないこともちょっとまだ早く早くはかどらあの。破壊いかねえから早く食べちゃいなとかね。破壊かこれだって破壊かねってお墓に行かないみたいな感じですね。そうだよね。でもそういう感じであの墓どんないってことですね。はい、だ例えばうちだったらお菓子屋で、うん、こうモナカとか詰めてるのにお母さんお母さんとかやるじゃないですか。うん、そしたらほら仕事が墓どんないからってなれちゃんと遊んでないみたいな。今は完全に標準語ですね。墓行かねえから遊んでなんで墓行かねえから遊んでどっかで遊んできなみたいなね、うん、そういう感じですね。はい、はい、墓行かねえ墓行かねえ、はい、なるほど、はい、今日この辺にしておきましょうか。 ないね20周年20周年がね20周目は墓行かねえ、なかなか墓行かねえ、ねえ、まあ来週またこの続きもね、そうですね、攻めていきたいと思います、はい、一週目には、ね、そうですね、まだまだ攻めてきた、あまりこうあれですね、最近はちょっと品のいい言葉ばかりでね、ちょっとこう良いのがないですね。あ、忘れてましたね。レオちゃんがちょっと、私もなんかあれじゃないですか、うん、ちょっと舞台終わったもんでこう普通に戻ってそこら辺のエロさなんかそぎ落とされちゃったそぎ落とされちゃった、もうすぐに復活しますからね大丈夫でございます。さあ、じゃあ、さあ行きますか、みーちゃんジングルで行きますか。よし、じゃあ私のジングル行かせて、はい、言っても誰も分かんない自分ですけど、はい、いじめこんにゃく、いじめこんにゃく、なんだろう今なんか CM でしょ、アンドプロプロ、この間のお芝居のひょっとして私だけ、はい、ございますか、ひょっとして私だけ、なんか変わった習慣とか変わった食べ方とか、そうですよね、ひょっとして私だけ、私みんなんかした癖はあると思うんですけど、お酒を飲んで酔っ払って帰ってくるとトイレ掃除したくなるんですよ。でトイレ行くじゃないですか、お酒飲んでるから、うん、そうすると一人でコシ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 トイレ始まっちゃう。そこで洗いたくなる、綺麗にしたくなる、酔っ払った綺麗にしたくなる、急に。じゃあトイレ掃除してほしいときはみーちゃんに飲ませればいい感じかなそう、とにかく酔っ払ってると掃除したくなる、トイレ掃除したくなる、トイレに入って、それかなりひょっとして私だけは私だけですかね、なんか気になってしょうがなくなってきて、ずーっとなんか必ずトイレ掃除してるんですよ、一人で。じゃあ、割とトイレ日々綺麗でしょ。いや、そんなこともないですね、そうなんです。だいたい結構酔っ払っ、かなり酔っ払ってるなっていう時、でちょっと酔っ払ってるぐらいではそんなにそうじゃないんだけど、それ引き切ったら、で、自分で言ってるんですよ、私って酔っ払うとトイレ掃除がしたくなる言いながら掃除してるの、酔っ払ってるんですよね
酔っても酔っ払って、うん、トイレを汚す人よりいいでしょ。かなりいいですよ。なんか掃除したくなってトイレ掃除したくなる。へえ。いつもこうやって掃除してるの。酔っ払ってるの。トイレから出てこないなっていう時はみーちゃんっていう時はこうやって掃除してる時ですから。そう。上機嫌。本当上機嫌で。本当に。楽しくて可愛い。いやいやいや、レオちゃんもない。かもしれないけど、そんな気候を起こしてないです。そうだね。うん、そんなあれはないかな。ノーマルな。なんか接客演出してる時でも、なんかことしてます。いやしてないしてない。全然体張って演出してる。体張って演出してる。変わってるって言われちゃいますよ。いやいや、いやまあ相当体。あ、言っていい？言っていい？なになに？ゆうちゃんの。ひょっとして私だけかどうかわかんない、はい、演出家っても私ほらそんなにお芝居のこと知らないんで、はい、演出家って今まで関わったのってまあレオちゃん、宇梶さん、あと村上さん、あと何本か、あとはなんかミュージカルとかでやったぐらいなんで、でもほとんどそういう人いなかったんですけど、本読みするじゃないですか。で大体こうやって、で最初ですよ、初めて会って初めて本を見て読んでるのに、そっから演出が始まってる。違う、ごめんねとか言って絶対言ってくる。気になるところが絶対あるのね。あれはレオちゃんのこだわりなの、そこは言っちゃうのは。だって全部に演出するわけじゃないんですよ、うん、もうその本当に1、2行ぐらいの気になったところに違う、それでその後ごめんねって言うんですよ。まだやってないのにごめんね、なんだからっていう。やっぱこう本書いて私、うん、初日にみんなに渡したいっていうのが、うんうん、そうね、あれは偉いよね、いやいや、それは、うん、あのみーちゃんは変な衝撃場ないです。お姫様のお城から降りて庶民のとこ来ちゃって、読んだことないと思うかもしれないけど、普通の一般のこう商業演劇だったら、うん、まあ、当たり前のことだし、何だろう、稽古始まる、あ、そうなの、前に台本が出て、それをオファーするときに台本があるっていう状態で、普通は当たり前なんだね、そっちがね、だから衝撃場だってね、本を書きながら稽古して本番切りに出来上がって、うん、事前に渡して読んどいてくださいっていうのがあんまり嫌で、うんうん、こう縁に作られたくもないわけね、勝手にこう作られるっていうのはみんなで作りたいしっていうのが思うから、うん、こういろんな作り込んでこられるよりはみんな同じようななんかサラダの状態で初日に読み合わせしたい、うんうん、でもどうしても書いてる中でこうしたいなっていうのを書きながら思って、うん、あとはなんか役者さんがやったら、まあ、こうは思ってるけどもっとこうなるかもなっていう優位はもちろんあるじゃないですか、うんうん、どうしてもこだわりたいってところに関してはもう飛びかかった、うん、違う3つぐらいなんだよね、セリフとしたら全部の中の3箇所ぐらいなんだけど、その方もね、うん、何が違うのか今読んだばっかりだし全く分かんない、うち違うんです、それはこう必ずこうやって言ってほしくて、あれは結構笑える。もうなんで急に、なんでそこに、なんでそんなに急に、明日言ってもいいのになと思うんだけど、待てないんだよ、そこはね。それはレオちゃん、ひょっとしたらレオちゃんだけかも。そうかな、待てなくて。いや面白い、あれはいいんじゃない。いやだけどまだこの方初見だし、うん、これから考えたいって思ってる、まだ文字を追ってるだけなのに、でも言っちゃって悪いなって思う。だから、あ、ごめんねって言って、じゃあ言うなよって話だよね、ごめんねって。どうしても、ね、あ、もっとこうやった方が面白いのにって思って、こうやってそうなんだ、あれは自分でこう、あれなんだ、そこはやっぱりリオちゃんの中のちょっとこだわってるところなんだ、こう言ってます。来年は我慢する。来年は、いや、でもさ、その時さ、結構さ、レオちゃんってそういうのがあってさ、なんかどうでもいいような方なのかな、ちょっとこう読んでみて、新しいの突き越えたからみたいなんです。ちょっとさっと、自分たちはね、多分言われるの、役者さんたちはなんとなくその、あの本をポンポンって読むんだなっていう時に限って、急に壺に入る時ある。そうだ、ちゃんとしようからみたいな。みんな笑ってて面白いよ。わかんないよね、そこだわりね、でもまあいろんな演出家さんいますからね、面白い、いいと思います。変わってる、真剣だなと思って、はい、頑張ります。ありがとうございます。温かく続けてください。私の告知をちょっと、はい、まだやってる、まだやってるんですよ。いや、まだ見に行ってない私。27日までやってますから。わかりました、行かなきゃ。いたします、頑張ります、はい、でしたね、はい、池田朝王さんが結構一周回復ね、契約
じゃなきゃ。僕らの光のコーナーですね。ぜひぜひ私も出演させていただいております。中野本舗で、10月27日にやっております。ぜひいらしてください。美奈子さん、ぜひお待ちしております。じゃあ、23日に行くんで、皆さん、あの一緒に行きましょう。ありがとうございます。はいはい、そうです。そうです。私もね、ちょっとあるんですけど、はい、なんと、コムコムクラブがですね、はい、いわゆるあの、なんだっけ、釣りバカ日誌でありましたよね、うん、それの、まあ、第2弾ではないんですけど、あの漫画の、第2弾で書いてるあの朝昼晩っていう漫画があるんですよ。朝昼晩って、はい、それの主題歌をですね、映画の、はい、11月の29日がオンエアなんですけど、あ、オンエアじゃないや、なんですか、はい、スタートする、スタートする、ね、映画がね、でそれ あのシングルは、ドンマイっていう曲と、はい、どうにかこうにかっていう、はい、あのシングルでですね、ダンスビー DVD もついてるというね、あのシングルが11月の27日に、お、11月、ちょっとまだね、1回早いんですけど、ぜひご予約いただいて、ぜひ DVD 結構楽しいんですよ、ロケ行って。みーちゃん踊ってる、踊ってますよ、ラスベガスな感じの衣装、ラスベガスな感じの衣装踊ってますから、楽しみ、ね、皆さんぜひ覚えてね、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。ではでは、お別れはいつものように、あ、なんですね、みなもさんの、はい、期待ばらき、そうですね、雨女小唄を聞きながら、はい、ねっぺということで、ねっぺ、はい、じゃあねっぺねっぺ頑張っぺ、じゃあまた来週、はい、はい、また来週、ね、はい、はい、みなこさんはですね、はい、結構あの、まあ、とぼけたところね、たくさんおありでいらっしゃるんですけれども、はい、たくさんの言い間違いがあるというね、言い間違い伝説も私聞いているんですけれども、ね、はい、まあ、私もですね、昔みなこさんの方から、あのね、金ちゃんだって昔はね、今はね本当に健康体でいらっしゃいますけれどもね、うん、昔はね、金ちゃんもね、すっごいヘビースモーカーでね、もうね、セブンイレブンスパスパス吸ってたんだよっていうね、ふうに言われたことはありますけれどもね、あ、セブンスターだななんて思いながらも、まあ、セブンイレブンをスパスパス吸ってたっていう話はね、聞いてへーと思いましたけれどもね、そんなようなお話聞いて、この間もですね、お母様が、ね、はい、お母様があの茨城の方で、そうですね、いろいろね、はい、あの被災なさった場所もあるから、はい、結構建て替えたりあるんですよね、そうですね、今ね、はい、そこで、あの、埃ですよね、はい、すごくて、お母様が少しこう喉の方が咳がすごいっていう話を美奈子さんがなさった時に、うん、もうね、お母さんがね、人糞がすごくてね、咳がね、人糞がすごくてねってね、言ってらっしゃったらしいですけれども、ね、こちらも粉塵のことでよろしいですか、粉塵ととってよろしいですか、人糞は申し訳ない、もしくはお母様本当に人糞で咳込んでらっしゃるんですか、こちらどちらですかね、すいません、あの、照子さん勘弁してください、これ以上もう一個だけあるんですよ、ね、まだあるんですか、ね、あのですね、韓国料理屋でって聞いてるんですけれどもね、チャンジャを頼みたかったらしいんですけどね、美奈子さんね、だけど、チゲのことも気になってついついチンゲくださいって言っちゃったっていうね、お話も聞いてるんですよ、こちら本当ですか、すいません、ね、おしっこしどころじゃないですよね、これね、だいぶ恥ずかしいこと全然平気でやってらっしゃる、本当にびっくりしちゃいますけど、本当ですね、今思うと本当に、ね、本当に楽しい美奈子さんでらっしゃる、ね、でもね、はい、最後にね、50歳になられたということで、はい、これからのね、抱負なんかをね、簡単にね、聞かせていただけたらと思うんですけれども、はい、そうですね、はい、これからもですね、体に気をつけて、ではこの辺で美奈子さんの新機軸とでも言いましょうか、演歌ですね、北茨城雨女小唄、よろしくお願いいたします、ありがとうございます、胸に沿った忍ばせて
はいよ